レクイエムですね。なんかよかったね、電子に潰れて。え？全然よくないわ。曲できた。あ、曲の話。曲できた。いや、大変やで、あれは。あ、これね、あの潰れたのはここの家のやけど、僕がこの和夫君の気持ちになって書いた歌詞なんですよ。うん。多分こんなんちゃうかな。全然ちゃうよ。ちゃう。殴ったのかな思ったもん。ちゃう。ちゃうかなあいつみたいな。チン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 しやがって。圧はうるむ目で見つめながら言ったら。ほんま。すごいね。うん。ええ仕事したな。うん、したな。名曲。取り取って。うん、いやもうないよ。あ、ないんか。新しいのあった。二代目にありがとう。普通に見せた時は喋っていい。ありがとう。うん。でも俺がえ俺がどういうこと？俺がチューニングした時はなんか喋っていいよって。ああいうこと、うん、ありがとう。2代でも2代目はねすごいあれ。あでも2頭ね、また新しいやつで2頭るんよ。ごちゃごちゃ言うなよお前。いいやつ、いいやつじゃないんや。同じぐらいのあれですよ、やつで。やけどそう、あいつね、あのやつ入れてチンして、ほんでほっとくじゃないですか。ほんだらほっとったらピッピッピッって一回まだできてますよっていうピッピッピッくん。ほんでまだそれでもほっとったらもう、ま、もう一回くん。それがもうそれがもうずっと永遠になってきてます。静かに。そう、もうずっと取るまでずっとピッ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 。安全性を優先しそうから、ね、ほったらかしとか。そういう感じだよ、うん、そういう感じで。去年ね、あのホタル見に行きまして、その時ね、もうホタルが綺麗すぎて、さーってこの曲が降りてきたんですよ。行ったね今。で聞いてください、ラブホタル。おお、いきなりやん。